小池です。どうも、トイです。はい、まあ、というわけですね、ワンピースも現在最終章というわけなんですけど、この最終章、ラストスパートかかってきました。はい。そしてですね、もうみんな忘れてるでしょう。何を？アラバスタのことを。この前もやってなかった、アラバスタ。あ、今回は、まとめ。は？前は考察。まあ、というわけでですね、アラバスタというのは、今物語の中心になってるわけなんですよ。この前もその入り方が言ってなかった？ええ。コブラが中心にいるんですっつって。この前、キングコブラがどうだこうだとかいうよくわかんない話だから。おとといね。そう。うん、まあ、違うんですよ。今日は、アラバスタの国王、コブラからですね。待てよ。800年前のアラバスタの女王、リリーの存在が明らかにされたわけなんですけど、そもそも今ね、結構謎だらけなんですよね、このアラバスタ周辺というのは。例えば空白の100年においてネフェルタリキはどういう立場やったんかとか、まあ、なぜ女王リリーはマリー城に残らなかったにもかかわらずアラバスタにも帰らんかったのかとか、コブラは誰に殺されてもうたんかとか、本当に殺害されたんとか、リリーはなんでモルガンと一緒におるんとか、プルトンどないなってんねんとか。気になるよ。アラバスタに関わることはいろいろあるわけなんですけれども、アラバスタ4000年の歴史がありますから、はい、連載したのも20年前やから、みんなアラバスタの記憶なんて砂のように溶けてもうてん。溶けないよ、砂は。チリッチリに。チリッチリってこと？そう、まあ、というわけでですね、今日はやりましょう。何を？アラバスタの謎伏線まとめ。スフィンクス。はい、というわけでですね、やっていこうと思うわけなんですけど、芸人やアラバスタの謎とか伏線とかをね、全部見直しておけば、もうこっから先のワンピースレインベースで大当たりしたぐらい楽しくなる。というわけで早速やっていこうと思うわけなんですけど、はい、まずアラバスタにポーネグリフがある理由、なんでポーネグリフあるん？代々受け継がれてるから。いやでもおかしい、ね、なんでですよね。空白の100年において20の王国側やったわけなんですよ。当時の女王ネフェルタリ・リリーがマリー城に残らず下界に降りることを選択したとはいえ、本来ある巨大な王国側の歴史を紡いでるはずのポーネグリフをアラバスタに置いてるってのはおかしいやろ。なんで敵のところにそんなあんねん。矛盾があるわけなんですよ。このポーネグリフについて国王コブコブラは、アラバスタの王家は代々これを守ることが義務付けられている、私たちにとってはただそれだけのものだ、守る、笑わせないでってなんか怒ってたんですよね。コブラは結構びっくりしちゃったねみたいなとこで疑問を持ち出して、まあ、結果殺されるようになったと思うんですけど、ここからですね、この石にはこの国の歴史に刻まれていないと、お前たちの口から兵器の全てが記してあったはずだ、そのありかもみたいなことを言ってるんで、プロトンの内容をなんとなく書いてるよみたいなことは知っていたと、ただ本当にそれだけなのかっていうところなんですよね。アルバス王家にとってはポーネグリフとはプルトンという危険な兵器のありかを示すための石やったわけなんやけど、それを誰に任さず代々伝えてきただけ、でもそこに何か疑問があったわけなんですよね。ただアラバスタには実はリオポーネグリフがあるんじゃないのかってことをロビンは期待しとったわけなんですよ。ただキュがもしや語られない歴史は紡ぐことができるのか、その記録がポーネグリフだというのかならば、なぜ我々は、というようなことも言うとったんやね。とんでもない勘違いをしたんじゃないのか。コブラも優秀な国王じゃないですか、気づいたと思うんですよね、この世界の真実の一端に。間違ってるんじゃないのみたいなね。それをきっかけにコブラは立場を利用してレベリーで五老星に問いたいと、で実際五老星に問うことができたわけなんですよね。ポーネグリフって何みたいなことを聞くんじゃなくて、ちょっとリリーについて知ってますかみたいなところから、続いて D についてなんですけどみたいな感じで、結構頭いい質問をしてるんですよ。やっぱなんか気づいたんちゃうんかなっていう。これについて考えられるのは、ある巨大な王国からポーネグリフを奪い取った現世界政府の勢力から、まあ、表向きはその情報を再び世の中に広めないために守るように指示され代々受け継いできたと。しかしポーネグリフの本当の目的ってのは、世界政府が隠している空白の100年、つまり語られる歴史を紡ぐためのものだと知ったコブラ王は、世界政府は空白の100年の真実を隠してると、800年前にネフェルタリキと世界政府との間に何かあったんじゃないのかってことを考えたんですよ。オハラのこととかもコブラは知ってると思うし、実際僕ら読者からしても、このクローバー博士は空白の100年とは世界政府とある巨大な王国の戦いの歴史やと、その戦いに勝者当時の20の王国が今の世界政府になったってことは言うとるわけで、そうね、これも確定情報や、でもワンピースの世界の住民はそれすら知らんのちゃうんかなっていう。マリー城とかに住んでるような近い人間は知ってるかもしれんけど、風車村とかに住んでる人は多分気にして生きてないまあまあそらそうかなと思うんですよ。最新話でもコブラ王は世界政府という組織が800年前に20の王たちに作られたっていうことをわざわざ言ってるんですけど、繰り返すなら、ある巨大な王国を倒してって言ったらいいと思うんですよ。おお、確かに。そういうこと言ってないんですよね。当時の女王リリーがアラバスタに戻ってきてないこととか、リリーが残した短い手紙ですよ、 D に書かれてたんじゃないのかと、そもそも D という世界政府に敵対していた者たちについて聞きたいことがあったんじゃないのかと、
世界政府がなんか隠してるやろ、うん、そこに気づいてもうたんですよね、うん、先日ね小池さんがこの動画でリリーの弟が実は裏切り者で、うん、世界政府としてポーネグリフと世界の知ると隠していたんじゃないのかっていう説を話しとったんですけど、うん、800年前のアラバスタと世界政府との間に何かしらの揉め事とか、うん、裏切り行為があったってのは確実なんですよ、うん、五老星もやっぱ裏切り者の一族って言うてましたから、うん、絶対めちゃくちゃリリーのこと知ってんのに、うんうん、知らへんわそんな昔のことってごまかしますからね、うんうん、ここでプルトンがやっぱ重要になってくるんですよね。このプルトンはやっぱ和の国とのつながりが関係してるんじゃないのかと、うんうん、プルトンはやっぱクロコダイルと一緒で絶対絶対アラバスタの地下にあるやんみたいな、うん、扉入り下脱が書かれた温泉掘っとったからもしかしたら温泉からプルトン出てくるんちゃうみたいなこと思っとったんやけど、うんうん、まさかの和の国に沈んどったみたいな。そういうことだな。地下にあったね。和の国の地下にあるってことが判明したんよ、うん、でアラバスタのポーネグリフには和の国にプルトンがあるってことを書いとったんで、クロコダイルはちょっと愚かやったね。ユートピア計画とか言ってこの国を手に入れればプルトンも手に入るやろって言ったのに、どんだけアラバスタ探してもプルトンはないんやでっていうことを思うわけないけど、まあそれは残念でしたね。まあでもこういう風に和の国に最初からあったわけなんですよ。この2つの国のつながりって何があんねんって言うと、うん、まあやっぱこれよね。アラバスタの国旗と思われるマークと光月家の家紋、うん、クリソツなわけじゃん、まあ、クリソツということではないけどね。こことその太陽のマークがその光月家の中にちょっと一部入ってますから、そう給与っていうね、まあ、マークらしいんですけど、まあ、皆さんはそろそろ給料が入った頃ですかね。月末をね気にしてるのかな、うん、で和の国編でルフィがこの秘鉄から借りた着物にもこのマークが書かれていたんで、うん、このマークにもすごい意味があるんじゃないのかと、うんうん、で実はアラバスタ編ではすでにこのマークも書かれてます。こちらに燃えてますね。燃えてるね。はい、うん、太陽が燃えています。これは伊右衛門の曲ね。はい、で130話でこのビビがアラバスタのニュースで新聞を読んでいた時に願いと国王軍の兵士が燃やしてる旗に書かれてると。で182話で反乱軍を迎え撃つ国王軍の盾にもルフィさん書かれてます。さらにこちらアラバスタに上陸した麦わらの一味がタンジが着てる服なんですけど、ちょっとアレンジされてませんかこれ。ナルトみたいなもんやな。ちょっと見えたそうやって。そうそう、うん、アラバスタにとって、まあ、このマークは大事なマーク。実際ね、うん、このマークっていうのはすごい大事じゃないですか、うん、マークは大事です。海賊旗とかやったらやっぱその海賊船は絶対書いてるし、海賊船が書いてある、飾ってるわけやん。飾ってる、旗としてね、新年の象徴として絶対掲げてるわけやし、うん、飾ってるってめっちゃおもろいやん。現実世界でもこういうマークっていうのは至る所にあるわけやん、うん、そう考えたらこのアラバスタのモチーフってじゃあ何やねん、うんうん、それはエジプトやっていう話はこの間したんやけど、またそれこのエジプトはね、太陽神ラーを信仰してるわけなんですよ。で和の国、これモデルなんと日本なんですよね。太陽の神としてアマテラスオオカミがおるわけなんですよ。アマテラスオオミカミがおるわけなんですよ。まあまあまあいいですよ。こういった共通点からワンピースの世界においてもアラバスタの和の国もやっぱどちらも太陽の神を崇拝してると、共通点来たと。しかもワンピースの太陽の神といえばルフィなんですよね。人人のみ現住所モデルニカということで、太陽の神ニカなわけなので、うん、今後この物語の中で絡んでくるのは間違いないと、うん、まあ、やっぱりねアラバスタっておったよ、でかいカニがおったね、うん、ニカの関係者ちゃうんかな。あ、引っ越しクラブ、引っ越しクラブ、ええ関係者、関係者、引っ越しクラブの主おんね、うん、誰ですか。ニカ、ニカ、ニカは引っ越しクラブのニカは物に悪魔の実を食べさせる方法っていうのも実はアラバスタから出たということで、はい、ラッシーラッスーかな、ラッスー、うん、そうね、美味しそうな飲み物みたいなんですよ。インド料理で出てくるね、飲みたくなっちゃった、うん、まあ、このラッスーはですね風邪気味やったわけなんですよね、うん、はい、でですね、ここ重要なのは犬に飲みモデルダックスフントを食べた拳銃ということではなくてですね、うん、物でも悪魔の実は食べることができるというところがすごいびっくりした点やったわけですね。そうね、犬が銃の実食べたんじゃないんやと、うん、銃が犬の実食ったんや、うん、でこれに対してウソップがバカ言え、元が銃ならなんで動いてんの、悪魔の実に石があるわけねえだろうっていうウソップのね言うことは嘘やっていうことがありますから、ちょっとあの間違ってませんか。いやいや、それは、ね、逆もあるけど、ウソップが言うことは嘘やっていうこともあるんですよ、まあ、というわけでめちゃくちゃ強引に今進んでます。ゾーン系のみんな意志が宿るっていうことも五郎星も言うとったし、物に悪魔の実を食べさせる技術はその後パンクフリードだとかスマイリーだとかタヌキとか、まあ、いろいろ出てきたわけなんですよ。タヌキこれな、うん、ブンブクちゃがまね、はい、まあ、どうやって物に悪魔の実を食べさせるのかっていうのは、まあ、ちょっとベガパンクがあんま教えてくれる気ないから、まあ、どこ分かってへんねんけど、教える気ないから結構ヒントくれましたよ。まあエッグヘッドでね、うん、まあ、早く教えてくれやと思ってたわけないけど、うん、もう全然エッグヘッド編の話なくなったから。
どこ行ったんやルフィ、どこ行ったんやベガパンクってなるわけないけど、ベガパンク本人の口から、まあ、間もなく分かるんじゃないのかなと。今後悪魔の実を食べた強力なものとか兵器が出てきてもおかしくないんですよ。さらにですね、アラバスターは実は悪魔の実の謎の宝庫で、例えばこれ守護神の悪魔の実の伝達方法、まあ、アラバスタ編って、まあ、やっぱ敵味方含めてすごい悪魔の実が出てきた一番最初の編なんですよね。こんなに悪魔の実を持ってる敵がたくさんおるんやっていう、そう、すごいヤバすぎやろって思ったわけなんですけど、じゃあ味方側にも悪魔の実の能力者がおったんよ。チャカとペルですよね。で彼らは守護神って言われとったんよ。で守護神の実、このファルコン、ハヤブサですね、ハヤブサのペルと、まあ、ジャッカルのチャカなわけなんですけど、まあ、このジャッカルとファルコンのじゃあこの実どうやって代々伝承してきてんねんと、こうやってわざわざ像まで作ってるぐらいなんやから、これでたまたまこのペルとチャカだけがこの実食えとったら、そんな偶然ないやろ。ないね。じゃ明らかに伝承してるんですよ、何らかの方法で。悪魔の身狩りみたいなもんですよ、黒ひげの。そういう感じで伝承できてると。というわけで、まあ、身の能力者が死ぬとまた世界のどっかでその能力を秘めた悪魔の身が復活するらしいっていうことを、こんな大事なことドルスロードのモブがね、モブが言ってました、ね、はい、まあ、教えてくれたわけなんですけど、はい、やっぱモブなんでね、適当なこと言ってるわけなんですよ。適当なことは言ってなくない、はい、例外もあると。まあ、だから実際このアラバスタでも能力の伝達がしっかりできてると。で、まあ、これはシーザーがちょっとヒントくれてるというか、まあ、スマイリーがまあちょっとお亡くなりになってしまった時に近くになったリンゴにまたその実が宿ったことから、まあ、サラサラの実を回収できてるんですよね。そういうことを思うとシーザーは多分もうその能力の秘密に気づいてるんですよ。まあだろうね、メカニズムに。で悪魔の実を再利用できるようにしてるということは、ベガパンクが多分その謎を解き明かしてるんですよね。じゃあまた分かる日が来るんちゃうんかなってのがアラバスタの一個の伏線ですね。であとはまあバンダーデッケンとかもまとまとも呪いとしてずっと引き継いでると。あとはまあカルメルですよね。カルメルがマムにソルソルの実を受け継いだんじゃないのか、まあ、あれは食べることによって受け継がれたんじゃないのかって言われてますけど、ね、まあ、いろんな受け継ぐ方法があるんじゃないのかなと。で、まあ、物に悪魔の実を食べさせる技術でも紹介したんですけど、やっぱゾーン系の、まあ、悪魔の実には意志が宿ると言われていて、まあ、ルフィが食べた人々の実、現住所モデル2巻も世界政府から逃げ続けていたと思われるんで、このアラバスタの守護神である2つの悪魔の実もやっぱり代々アラバスタの守護神となるような人物を選んでるんじゃないのか。でですね、アラバスタの最大の謎、トリトリの実モデルファルコンなんですけど、世界に5種しか確認される飛行能力なんですよ、ね、うん、これ早く明らかにしてほしいよね。めちゃくちゃ飛んでるやつ多いから。数えました。トリトリの実モデルファルコン、トリトリの実原獣種モデルフェネックスを食べたマルコ、ウオウの実原獣種モデルセイリを食べたカイドウ、リュウリュウの実古代種モデルプテラノドンを食べたキング、ムシムシの実モデルスズメバチを食べたビアン、ムシムシの実モデルカブトムシを食べたカブ。ここまで確率に飛べる。オーバーしてるよ。でイトイトの実を食べたとフラミンゴとかも一応雲にかけれるから、まあ、あれも雲にかけてるからアウトみたいな。飛行能力という意味ではそうだな。あとは四季とか、まあ、ちなみにあれは飛行というよりも冬なんでちょっと違うくって、カイドウはホムラグモを出して飛んでるからちょっと違う気もする。それもでもズルズルズルいよな、それな。だから実は世界に5種しか確認される飛行能力っていうのは確認されてない悪魔の実もあるんじゃないのかなっていう。そうよ、だって俺オーキドと同じシステムを持ってるから。そう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 、だから151匹しかおらんって言っとったけど、実は1000匹以上いますよみたいなとか相当誤差あるけどな、ね、ガバガバやんと思うんやけど、ペルの能力は、まあ、そこじゃないんよ。世界に5種しかない防御能力なんですよ。ん、5種もあるの？じゃあ他4種あるんですか、防御能力？あります。何？モデルフェニックス。ああ、それは分かります、ね、これかなり最強の防御力です。他は残り出てくる3つ最終章で。何ですか、その出てくる。多分ラッキールーとか1人持ってる。最強の防御力持ってる。あ、そうなの、うん、完全見た目で判断してるはい、ということでね、はい、アラバスタ4000年の歴史の話もしようと思うんですけど、うん、アラバスタはね、もう長い国家なんですよね、はい、歴史がある、うん、で、アラバスタの女王リリーが生きていたのも、もう800年前なんで、それよりも3200年前からあるんですよ、うん、このアラバスタのアルバナ宮殿は4000年前に作られたってことで、えらい昔からえらいものを作れる技術があったわけなんですよね、うん、で、ワンピースの世界ではかつて存在したある巨大な王国は、なんと今のワンピースの世界よりも文明力が高かったってことがね、うん、このエッグヘッド編で分かりました、うん、でアラバスタにおいては実は昔はもっともっと栄えとって、まあ、水もバンバン出とって、うん、まあ、トコジーとかも困らんかったんちゃうんかなってことをね思うわけなんですよ、うん、で、まあ、アラバスタの現国王だったコブラはネフェルタリ家12代当主なんですけど、うん、これに最新話で登場したネフェルタリリリーがネフェルタリ家の初代当主だとしても、ネフェルタリ家より前にアラバスタを治めてた家系があったんじゃないのか、まあ、そういうことやな。あまりにも若すぎるんですよね、12代って。確かに歴史が合ってないんですよ、うん、そういうような謎もあるんで、このアラバスタという国はね、もっと深いものがあるかもしれないですよね、うん、じゃあ
次なんやけど、クロコダイルとジェルマが実はつながってるっていう話やねんな、うん、これアラバスタ編では実はジェルマ W6 が描かれていたことは皆さんお気づきでしょうか。反乱軍を支援する武器商船が菜の花港に突入してくるシーンですけど、うんはいうん、こちらですね、普通に見たら、まあ、反乱軍 VS 国王軍内乱をさらに助長するためにクロコダイルとして策の一つやと思うわけなんですけど、うん、この武器商船が掲げている旗の模様がジェルマ W6 の総帥であるビーンスモークジャッジが座る椅子の装飾と似とるんですよね。クリソツですねこれ。そしたら見てください、これ66って書いてますよ。まあそういう服なんだろうな、はい、この反乱軍の中にはわざわざジェルマ W6、 まあでもつながりがねあるってことは全然考えられるので、まあ、ジェルマというと戦争屋とも言われてますから、うん、アラバスタの戦争を裏で、まあ、暗躍しててもおかしくないし、うん、クロコダイルは多分依頼したんでしょうねジェルマに。まあそういうことやな。そう、うん、全然あり得るなと。あり得ることでね、確定ではないですけど。アラバスタ内乱のきっかけと一つになったダンスパウダーも、うん、化学力の高いジェルマ W6 から仕入れたんじゃないのかとか、うんうんうん、そういうことも考えれるわけなんです。うん、そうだね。で皆さん疲れた時にはやっぱエナジードリンクとか飲むと思うんですよね。まあまあ飲みますよね。こっちさん何派すか。僕飲まないです。飲まへんやんでみんなは飲んでるんですけど俺飲まないようにしてるんですよ。びっくりしました。僕ユニケロ派なんですけど。え、いやエナジードリンクって言うのそれ。あ、エナジードリンクです。え、モンスターとかそういう、ね、イチローも前に飲んでた。レッドブルとかそういうの。イチローもでもですね、少しきるじゃん。これユニケロぐらいすごいドリンクが、え、ユニケロ以上かもしれない。アラバスタに出てくるんよ。豪水で、ちょっとエナジードリンクも飲みすぎた過剰摂取では体に悪くなるって言いますか、ちょっと似てるところありますよね。もうこれ爪切り部隊っていう、うん、アラバスタ王家のエリート護衛団。うちのチャンネルしか言ってない爪切り部隊。めちゃくちゃ強いやつらがおるんですよ、はい、でクロコダイルに対抗するためにこの水を飲む決意をするんですよね。しょうがないそれは。で、もうめちゃくちゃ強化できるんですよ、うん、でこの水はですね、やつら一時の力を得るために命を削る水を、豪水を飲んでいる。もはや数分の命助からぬということで、茶化が余計な茶化しを入れたせいで最後の戦いにもかかわらずクロコダイルいなされ続けて、もてあわさばれるように死んでしまった爪蹴り部隊、爪痕を全く残せなかったっていう事件があったんですけど、茶化のせいでね、まあ、この豪水は、まあ、一応やっぱり危険な飲み物なんでこれ以降出てきてないんですけど、まあ、やっぱり飲むことでこの現れる症状っていうのもありまして、それが体にあざが出ると。で命を削る代わりに一時的にパワーがアップする、はいはい、でこれ似たようなものが実はワンピースがもう出てて、 ES? そう、うん、ES はありますって感じなんですけどごめんなさい。魚人島で出てきたエネルギーね、はい、このステロイドなわけなんですよ、うん、で、まあ、こちらも一時的に力を得ることができる代わりに副作用として老化してしまう、うん、でもこれってニカのルフィと似たような症状なんですよね。あ、確かにね、髪の毛が白くなってそうヨボヨボになっちゃうみたいな。だから、うん、昔ってこういうドーピングができたのってニカの力を再現しようとした実験があったんじゃないの。まあね、クローンとかできちゃったりする世界観ですから。そうだって、エネルギーストレートも宝物って言われてましたからね、あんな危険なものが、うん、確かにそう、うん、まあ、意味があるんですよね、うん、じゃあもう最後最大の謎なんやけど、何アラバスタ人最強説。アラバスタ人っていうのがあって、これコブラが生きてるか生きてないかにも関わってくると思うんですよ。そんな重要なことあんの。はい、うん、フェルとイグラムはどうやって生きていたのかっていう伏線がね、まあ、回収されてないんですよね。伏線、はい、謎。え、これペルーはアラバスタの守護神として国を守るために時計台に仕掛けられた国を全部吹き飛ばせるぐらいの時限爆弾を抱えて空中で爆発してそれに巻き込まれてしまったんですよ、うん、絶対に死んだわって思ったんですよ。いやそれはもうね、なんかで直近の例では、うん、その港の一部を破壊する爆弾でペトロさんっていう方がいらっしゃって、うん、ペトロさんのおかげで麦わらの一味が逃げれたみたいな描写があったんですけど、ダイナマイトで死んじゃったね。そう、ペトロさんはお亡くなりになってしまったんですよね。そう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 、ペトロってミンクで身体能力高いはずなんですよ、普通の人間より。身体能力ね。そう、うん、ペルなんでなん。ペルも身体能力高いと普通の人間じゃないのだって。いやいや、でも言うても鳥やん。なぜ焼き鳥にならなかったのかっていうことが結構言われてまして、まあイガラムも結構すごいんですよ、うん、イガラムもこのビビの代わりになろうとしたことがあって、あのルフィ見聞色を将来ねバリバリ使えるようになるルフィが立派だったっていうぐらいあの立派な死を遂げたんですよ。でもね、なんか行きたいそれ。その後そうそう、これ名シーンですけどね。だからワンピースって基本キャラが死なないことで有名なんですけど、死ににくいだね。そう、うん、まあ、よくこのワノ国編入る前とかまでは、うん、ワンピースで死んだキャラってエースと白ひげだけって言われてたんですよ。違うんですよ、爪切り部隊も死んでるんですよ、うん、思い出してあげてください。それはめっちゃ死んでる人多いと思うよ、まあ、というわけで、うん、なんでこのアラバスタ人のこの一部の人たちだけは、うん、アラバスタ人って何なん、めちゃくちゃ最強なんやろなっていう謎を最後に紹介しました。あ、
クンフージュゴンがなんでね、あんなにたくさんいるんやろうとかいう話もあるんですけど、うんうん、聞きます？いやもうそれはなんかあのアニオリでも出てきたし別に、そうそう、もう一回最終章にルフィたちのために来るんじゃないのかっていう、うん、俺はアラバスタ1の今のところ謎っていうのは、うん、やっぱあの温泉の伏線がどうなって回収されるんだろうね。確かに、そうだってあの扉に出てきたキャラとか展開っていうのは本編の方でも出てくる可能性が高いわけじゃないですか。ゲダツとかね、めちゃくちゃ人気キャラなわけでもないし、はいはい、結構の人忘れてる人も多いと思うんだけど、そのゲダツがどうまた関わってくるのっていうのがさ、エメルが関わってくるのは分かんじゃん、盛り上がるし、あ温泉あれ何やったんやろっていうのがあるから、うんうん、それはちょっと楽しみ。まあ、あとは僕ファラフラっすね。まあ、というわけで皆さんもアラバスタで気になってることがあったら、うん、ぜひコメントで教えてください、うん、はい、まあ、その謎をねまた解き明かしていきたいと思います、うん、でもその今言った謎、うん、下手したら来週もう解決してるかもしらんもんな。おお、うん、ファラフラ出てくるもんな。いや、なんでそれもそんな気になる。いや、だってギリの弟の祖先かもしれない。ややこしいな。孫は、ひ孫、もっと孫、ひ孫のひ孫ぐらいかもしれない。はそう、だからリリーの弟の名前がボーフラみたいな。いや、花じゃなくて、花の蚊のさ、幼虫のやつでしょ、そのボーフラって。かわいそう。あ、そうっすか。シースータロッカーみたいなのあるよ。はい、はい、まあ、そういうわけでね、楽しみですね。それでは、See you! 、はい。「僕を困る」